ほど。それか近く、どこまで切っかかったの。もう500円ぐらい買っちゃったよ。そうなんだ。じゃあこれ、なあのさ、爆弾とかの無線
2020って書いてあるやつはなんか何が2020って書いてあるやつ何なんとか分かる見えたあの青い文字です2020の、うんうん、どこの会社もつけてるやんあれそんな見てあげない半径もつけてるやん何やろ何やろてか、企業研究してきたんだから言っとくけど言っとくけど、企業研究してきたんだからなんで運動カリアかなんで運動Thank you.
これってもしかしてさ、伏線関係かな？そうちゃう。なんか新しい橋が出てくるから。すぐあるな。
買ってた。どこにあった？試食券みたいな金の感じだから俺の時の買ってたみたいな。なあ、これないじゃないですか。これ？あれ。あれ。あれあれあれ。全然分からなかった。JR とか阪急とかやったら、折り畳みやからさ、さあ、9月3日が行ったやん、もう1ヶ月早いもん、佐藤時期、佐藤時期だから。それは福祉ありましたよ、サークラサイダー卒業式でした。サークラ散った頃の1年生になったんです。かわさぎは開けたら電車通る。なんか遠くから。あのさっきの赤いやつ見たやん。あれ窓開けれんの。うまい。あれは高松行きの電車。あ、ほんまか。じゃない。だって今あっちから。違うんか。いや向こう行くじゃん。分からん。じゃあやっぱあれ行くのか。警察やな。うん、知ってる。あれ行くのか。高松って書いてある。あっち行け。もうじゃあ分かんない。真ん中じゃん。一番乗りが行ったの。え、じゃあやっぱりロボ乗り換えな。
ちょっと待って、こんなに富永見てる女性